カモンチェルシー、どうもアキロです。ということでね、皆さん、もうね、18時の動画を見た後にこの動画を見ていると思いますけども、まあ、内容は、サムネとタイトルにある通りでございますけども、カラバーカップ決勝戦、チェルシー対リバプールマッチプレビューでございます。よろしくお願いいたします。ということでね、ついに、アキロが一番楽しみにしていた、この試合が、ついにね、現時点ではあと、4日かなに迫っております。投稿時点ではあとも1日ぐらいになっていると思うんですけども、まあ、本日はねこの、チェルシー対リバプールのマッチプレビューの方をやっていきたいなというふうに思っております。それじゃあ早速ねやっていきましょう。しゃ、はい、ということで早速やっていきたいなというふうに思っております。まずですね、2月26日、0時からのキックオフでございます、EFL カップ、決勝戦というところでございます。まずですね、スタジアムがサッカーの聖地ウェンブリースタジアムということになっております。俺がですねチェルシーファンになってから、このウェンブリースタジアムで勝ったのは0回ですね。3回確かね、戦ったんですけど、レスター、そしてリバプールと共に、負けてしまっているという感じです。なのであまりいい思い出があるスタジアムではないですね。はい、続きまして、怪我人情報いきたいなというふうに思っております。ちょ、両チーム結構多いので、まあ、チェルシーからちょ、先に説明していきたいなというふうに思っております。まず、バディアシルが3月上旬までいないと。チクエメカもこの間、足首の負傷をしました。そして、ウゴチュクも負傷しております。ククレージャは、練習復帰はしておりますけども、この試合は欠場と。そして、リース・ジェームズもハムストリングの負傷で、離脱中ということでございます。そして、右の、リバプールの方も見ていきたいなというふうに思っておりますけども、まずですね、アリソン・ベッカーが、このカラバオカップ決勝戦お休みということになっております。そして、ドアクでいいのかな？ちょっとごめんなさいね。ちょっと選手をあんま分かってないんですけど、ドアクでいいのかな？ちょっとね、また後で調べておきますけども、ね、この選手もこのカラバオカップは欠場と。そして、カーティス・ジョーンズですね。この選手も、先週のプレミアリーグの試合で、何の試合だったっけな、ちょっと、忘れたんだけど、その試合で、負傷。そしてその下のジョタもね、同じくこちらも膝の負傷かな。で、このカラバーカップ決勝はお休みということでございます。まあちょっとね、前回対戦で、ね、ジョタに苦しめられたんで、まあ、ジョタがいないっていうのはちょっと大きな。ここかなとは思っております。そしてね、ドミニク・ショボスライも、この試合は欠場という風になっております。そしてですね、次2枚目いきますけども、まず、ロベルト・サンチェスが、膝の負傷、また負傷したの？この間ベンチ入りそうだったらしいんですけど、まあ一応負傷という扱いになっております。そしてラビアも、負傷中と。そしてですね、チアゴ・シューバも、鼠径部の負傷で数日ということで、まあ、スタメン復帰は厳しいけど、ベンチ入りはあるんじゃないかというふうな報道も出ております。そしてですね、まあ、ホファナが、十字靭帯で3月下旬までと。こちらですね、まずマティプが今季、十字靭帯で今季復帰なしと。そしてバイジェティッチも2月下旬までお休みと。そしてティアゴもね、この間出場したんですけども、わずか12分の出場で負傷退場というか、負傷してしまったと。そして、トレント・アレクサンダー・アーノルドも、負傷しているというところ。両者、怪我人が多めになっておりますけども、まあ、まあ、当初はリバプールの方がちょっと優勢かなっていうところはあったんですけど、ここまで怪我人が出ると、まあ、ちょっとね、選手的なお話をすると、ちょっとま、両者とも変わりない戦力差なのかなとは思いますね。はい、続きまして、各、両チームの勝ち上がりの、記録でございますけども、まずですね、チェルシーベスト、4で、当たりますけども、ニューカッスルと、ベスト8かごめんなさいね、ベスト8でニューカッスルと当たって、PK 戦までもつれ込んで、ニューカッスルに勝利すると。そして続きね、2試合合計で2対6で、ミドルズブラを下して、チェルシー決勝進出でございます。リバプールですね、ベスト8で、ウェストハムと当たりまして5対1の圧勝というところでございます。で、準決勝はですね、フラムと対戦しまして、2試合合計に3対2と。まあ、フラムもね、ちょっとね、健闘したんですけども、まあ、リバプールが勝利して、決勝に進出と。
ということでございます。2チームとですね、直近の5試合の成績振り返っていきたいなというふうに思っておりますけども、チェルシーはですね、直近2勝1分け2敗ということになっておりますけども、負けたのがウルブスと、そしてこの間のね 4-1 リバプールというところでね、まあ、そこからビラ、パレスと立て直してですね、ビラは FA カップですね、そしてこの間のパレス戦も見事逆転勝利を収めましたけども、まあシティにも引き分けということで、まあシティにはねちょっと押され気味なところでなんとか引き分けにもつれ込んだという形でいけたんですけど、まあこういう形にリバプール戦もなってくるかもしれないですね。チェルシーが押されてリバプールが攻撃をずっと仕掛けるという、で耐えるチェルシーみたいな感じの構図がまあ浮かんではきますけども、まあちょっとね4対1で負けているので、前回ね、そこの不安要素っていうのはありますね。はい、で次リバプールはですね、直近4勝1敗ということになっておりますけども、チェルシーに勝利してバーンリー、ブレントフォード、ルートンタウンとでですね、負けたのが、アーセナルの1対3の、あ、1対、3対1か、ごめんなさい。3対1でアーセナルに負けているということでございます。直近の、チェルシー、リバプールの情報でございますけども、チェルシーは5試合連続失点中と、そしてリバプールは7試合連続失点中というところで、まあ、両者ともに失点が多いというかね、まあ、無失点試合がないというところでございますから、まあ、この試合ね、まあ両者ともに点が動く試合展開になってくるんじゃないでしょうかね。はい。そして、じゃあ続きましてね、選手のコメントを見ていきたいなというふうに思っております。カラバオカップに向けてチルエルということでございますけども、国内ではまだトロフィーを獲得したことがないと。このような機会を得るのが難しいことは分かっているし、滅多に、巡ってくるものではないと。クラブに加入して以来、国内カップ決勝に3回出場しているが3敗している。だからそろそろ勝つ時期だと思うと。まあカラバーカップ、まあこの国内カップ戦の優勝の思いを込めていますね。そしてですね、またカラバーカップに向けてコルビルのコメントです。アカデミーに行けばここは勝者のためのクラブだと教えられる。それは私たちの哲学の一部なんだ。だから勝利のために全力を尽くさなければならないし、それが勝利、あ、チェルシーで期待されること、クラブにトロフィーを掲げることが、掲げることが、できるということを示したいということでございます。最後の情報ですね、エンソ・フェルナンデス、キャリアで決勝戦負けなしということでございます。まずね、コパ・スダメリカーナ決勝と、そしてね、レコパ・スダメリカーナの決勝ですかね、そしてアルゼンチンスーパー杯の決勝、そしてワールドカップの決勝と、4戦4勝、今週末で5度目の決勝へということでございます。まあこちらもチェルシーからするとちょっとまあ、優勝のメンタリティみたいなね、優勝兼任者みたいな感じの意味合いでございますけど、まあ演奏がいればまあ負けないみたいなね。まあメンタル的な風には勇気づけられるところはありますけども、ということでございます。以上でね、まあ軽く、まあ私が調べた情報はお話ししましたけども、ここからちょっとフリートークというか、まあ思いをね、まあちょっとだけ語っていきたいなというふうに思っておりますけども、まあ一応ですね、まあもう一個の動画、一個前の動画でも、サムネに入っておりますけども、シーズン1最終章へということで、まあ一応このカラバーカップの決勝を持ちまして、プラクフットボールシーズン1終了という形に、まあしたいなというふうに思っております。まあ急にシーズン1って言われてもっていう話なんですけど、まあちょっとこれを節目にね、まあちょっといろいろと、シーズン2、もう一回1から始めて、まあオープニングとかエンディングとかをまあちょっと、一新しながら、またやっていきたいなというふうに思ってるんですけど、まあね、まあ一応この試合、まあ勝つにしろ勝たないにしろですけど、まあちょっといい、なんていうんですかね、いい風に終われたらいいなとは思ってますし、まあこの試合をね、きっかけにまた再スタートを切ってですね、まあ新しいブラックフットボールシーズン2に行きたいなとは思っております。まあまずはですね、ジョニーも、私に LINE で言ってきましたけども、まあ最後は笑顔で、結果がどうであれ笑顔で終わりたいというふうな、コメントも私にしてきましたので、まあそれはね、もちろんでございますけども、まあ笑顔で終われても、まあ最後はね、勝利で、このシーズン1を締めくくりたいなとは思っております。このね、カラバーカップ決勝戦、もちろん、観戦配信、やります。まあね、どれぐらい人が集まるかわかりませんけどもね、もうほんとこれはもう脇浪の戦いだと思ってますので、ぜひともね、皆さん、一緒に、脇浪のこの戦いを、応援して、一緒にチェルシーの勝敗を、
見届けていただけたらなと思っております。配信 URL ですね、動画の概要欄に入っておりますので、リマインダーの設定もぜひともよろしくお願いいたします。他はですね、まあ来週からはまあ、ちょくちょくチャンピオンズリーグも、シティは、まあまたちょっと離れるかもしれませんけど、まあまたちょっとね、カップ戦も落ち着きますし、まあカラバオカップ終わった後すぐ FA カップの5回戦かな、どっちか忘れたけど、ちょっとリーズ戦も控えておりますから、まあそれに向けてもありますし、まあそれはもちろん勝っていかないといけないし、まああとはね、優勝争いもプレミアリーグは進んでいきますしね、まあ我々に関係ない話ですけど、まあ我々ですね、まあユナイテッドとまだ、何ポイント差だっけな、頑張ってまあ9ポイント差ぐらいだったんで、まあユナイテッドもね、取りこぼしが起きると思いますから、まあここから頑張って連勝してね、まあとりあえずシティ戦超えたら、あとはもうアーセナル、トッテナム、ユナイテッドぐらいなんで、まあそこを抜ければ、まああとはもう下位のクラブしかいないので、それをしっかり勝ち切っていければ、まあまだ上位での今シーズン終了っていうのはまだ、まあ6位7位ぐらいは全然あるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあこれからもね、今シーズン2324シーズンね、頑張って配信の方 YouTube 活動やっていきたいなというふうに思っております。まああとはね、まあ仕事が始まれば、まあそれなりに、まあちょっとね、続行か、それとも終わりかという方では、お話はしていきますけどもね。まあ、これからもプラクフットボールの応援をよろしくお願いいたします。もしよろしければね、プラクフットボールチャンネル、チャンネル登録者一応ね、今の現段階では500人の方を目指しておりますので、ぜひともチャンネル登録していってください。それとね、この動画のグッドボタン、そして配信のグッドボタンもお忘れなくということでございます。それじゃあね、また次の、カラバーカップ決勝の配信でお会いしましょう。さよなら。勝つのは俺たちだ。カモンチェルシー。